でした。お疲れ様です。まず今日の試合を振り返ってもらえますか。まあ結果もそうですし、内容を見ても、まあ、まだまだ課題が見つかりましたし、まあそうです。もう少し一人一人がこだわりを持って、まあ、ニュージーキャンプのトレーニングからしっかりできればなと思います。具体的にここは課題だなっていうのはありましたか。まあまだ合わない部分は仕方ないところはあると思いますし、まあ、新しく取り組んでること部分だったりっていうのは まだこれからだと思うんで、まあ、それ以前に、まあ、今日の試合だけでいうと運動量だったり球際だったり、まあ、そういうところが少し相手の土俵に乗っちゃったかなっていうところはありました。あの一時キャンプ全体としては手応えというか、あの 感触はどうですか。まあ、しっかり新加入の選手含めて全員がコミュニケーション取れてますし、まあ、チームとしてやろうとしているというところの共通理解というのはできているかなと思います。あの一回ちょっと、ね、オフを挟んで二次キャンプ行きますけど、二次キャンプへの意気込みを教えてください。まあ、本当にしっかりまだまだコミュニケーションを取ってもっと完成度を高めて、しっかりリーグ戦開幕戦からしっかり、自分たちがやりたいサッカーができるように精度を高めていきたいと思います。今日はあの練習試合の時にあの副キャプテンとして最初の挨拶に行ってましたけど、やっぱそういうところでなんかなったんだなみたいな感覚はありますか。そうですね、そういうああいう機会っていうのは今までなかったんで、まあ自分にとっていい経験だなと思います。正直ね、ちょっとおとなしいタイプかもしれないですけど、ね、皆さん多分期待してると思いますので、ぜひ、はい、皆さんへの最後一言お願いします。まあ副キャプテンに選んでいただきましたし、しっかりリーダーシップ取って、まあ、プレーでも引っ張っていけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。二次キャンプも頑張りましょう。はい、頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。